シュレッダーバサミを使って作る花第2弾、ボリュームのある花です。 6、7 センチに切った色紙を5ミリほどずらしております。ここでは食紅で染めたコピー紙を使っています。これをシュレッダーバサミで切っていきます。切れたら一度開いておきます。幅の広い方に糊をつけて、今度はずらさずにぴったりと折ります。先ほどずらして折ってあったので、花びらが少し丸く反り返る感じになります。次は花の中心になる部分。1センチほど折り返して折ったところを切ります。今度は1センチ5ミリほど折り返して折ったところを切ります。これに糊をつけて、貼り合わせたらシュレッダーバサミで切っていきます。細い方は端から2番目のこの1枚を切り取ります。ここが後からワイヤーをかける溝になります。糊をつけてから、ビニールコーティングしたワイヤー、ビニタイをこのくぼみに引っ掛けます。そして端からくるくると巻いていきます。1.5 ミリ幅に作ったものも同じように糊をつけます。こちらは切り込みを入れる必要はありません。そのままくるくると巻いていきます。下側が揃うように気をつけながら巻いてください。これで花の中心部分が出来上がりました。花びらは反り返っている内側の部分に糊をつけて、ずれないように気をつけながら巻いていきます。根元の部分はフローラテープかマスキングテープで巻きましょう。緑色の色画用紙や色紙に糊をつけて巻いても構いません。茎の部分も同じ色で巻いておきましょう。花びらの形を整えて出来上がりです。
色や大きさ、花びらの枚数を変えて、いろいろなお好みの花を作ってみてください。